世にも奇妙なレースが今、始まろうとしている。どうも、姉の八橋じゃなくて、ベンベンです。新コースやっていきますよ。主要ドライバーはもちろん10歳の頃からひねくれたコルテックスの姪っ子、ニーナ、コルテックス、でプレイしていきます。始まりましたね。今回走るコースはニーナの悪夢。お化けパニックグランプリで封鎖されたハロウィン仕様で不気味な雰囲気が漂ったコースです。スタート地点の右側の小さな塀をジャンプで飛び越えられます。でもちょっとシビアだったり、ここからはターボ、ターバー、ターベストを繰り出しながら進んでいきましょうか。森の中央に佇む木の怪物は左右の道のどちらかに妨害してきます。トラック箱を壊して妨害してこないルートを進んじゃいましょう。意外と加速が切れてしまいます。ここを速く走る場合は加速が切れずにずっと続いたままだと思い切って走り切れるんですよ。ここから幽霊バスも不気味な邸宅に侵入します。不気味な笑い声の怖さを煽りますね。床がねじれていますが気にせずそのままかっ飛んでいきましょうね。レーサーから逃げているお化けはお化けパニックグランプリ中に登場するお化けで基本的にレーサーに妨害してくることはありません。捕まえてもウンパコインが増えたりなどのボーナスはなく、グランプリのチャレンジ用に用意されています。それ以外はただのモブでしょうかね。私は基本的に左側を進みます。ここのダッシュボードを使ってこの柵を越えましょう。高く飛ばないとそのまま柵にぶつかってシャットアウトですから。これで超加速状態に入りました。あとはなんとか維持できるかどうか。すごく危なっかしい状態でショートカットしましたね。なんだかコントローラーから汗がガクガクのようね。気に潰されているジャック。ランタンのようなカボチャは口から路面に粘液を吐き出しています。この粘液に触れると速度低下になってしまいます。超加速状態でも非常に走りづらいし、維持状態が解除されがちです。ああ、DMT 箱に接触してしまうと、超加速状態が途切れがちなんですよね。難しいぞ。曲がり角は曲がりづらいですよね。トリックオアトリート。ゴミはちゃんと処分しないとね。はい、今回はここまで。次回はグランプリ第5弾で会いましょう。ハッピーハロウィーン。